体積歪み系と多成分歪み系、体積歪み系、もしくは埋め込み式歪み系は歪み系のうち体積歪みを計測するものである。岩盤の収縮や膨張などを精密に測定する機械であるため、主に地震や火山噴火などの観測に使用されている。特に東海地震などの予測をする上で重要な装置である。歪み系は地下の岩盤の伸び縮みを非常に 高感度で観測できる地殻変動の観測装置でもあることから地震の観測でも大きな役割を果たす。南海トラフ地震などの観測においては、ボアホールという直径約15センチメートルの縦穴を数百メートル程度掘削して、その底に円筒形の検出部が埋設されている。地下の岩盤は周囲から加わる力の影響でわずかに伸びたり縮んだりする。 歪み系の検出部が岩盤と同様に変形すると岩盤の伸び縮みを10億分の1の相対変化まで非常に高い精度で検出、測定することができる。この相対精度は小中学校にあるプールに水を張り、そこに直径1センチメートルくらいの小さいビー玉を入れたとして、その時に発生する非常にわずかな体積変化さえも見逃さないほどである。 気象庁や静岡県産業技術総合研究所は、プレート境界で発生するゆっくり滑り等に伴う、ごくわずかな岩盤の変形をも捉えるため、南海トラフ沿いに歪み系による地殻変動の観測網を展開、設置している。それぞれの観測点で記録されたデータは常時、すべて専用回線で気象庁に集約され、南海トラフ地震関連の情報の発表のために、 使われる。気象庁が設置している歪み計は、体積歪み計と多成分歪み計の2種類である。体積歪み計は、岩盤の伸び縮みによる、検出部の体積変化、体積歪みを測定する。一方、多成分歪み計は、検出部の45度ずつ異なる4つの方位の直径の変化、線歪みを測定する。体積歪み計は、 歪みの大きさの変化を測定するが、多成分歪み系は、歪みの大きさとその方向ごとの変化を測定できる。体積歪み系の検出部の容器内には、シリコン油があり、岩盤の伸び縮みに伴うシリコンの体積変化を、電気的に測定する仕組みになっている。現在、体積歪み系は、東海地方や南関東など、 合計で31箇所に設置されており、地震に関する監視が続けられている。ありがとうございます。